ヒラシモクザメ。ヒラシモクザメは、シュモクザメ科に属するサメの一種。シュモクザメ科としては、最大で6.1メートルに達することがある。全世界の熱帯沿岸に生息し、ハンマー型の頭部、セファラフォイルの前縁が、線になることが特徴である。鎌型をした高い背びれを持つ。単独性の頂点捕食者で、甲殻類、頭足類や、甲骨魚、 軟骨魚など様々な動物を食べる。特に赤ええ顔好み、ハンマー型の頭部で押さえつけて捕食する姿が観察されている。体制で1年おきに最大55匹の子を産む。潜在的に人に対して危険ではあるが、実際の攻撃例は少ない。フカヒレなどを目的に大量に漁獲されており、IUCN は保全状況を絶滅危惧としている。 1837年に、ドイツの博物学者、エドワルト・リッペルによって、ザギナ・モーカレンの名で記載され、その後スファーナ族に移動された。だが、1822年にアシル・バランシエンヌが、スファーナ・トゥーズを記載し、これがヒラシモクザメに対応する学名だと、誤解されてきた。1950年、アンリコ・トーキニツによって、バランシエンヌの記載がナミシモクザメの特徴に一致する。 ことが明らかにされたことで、s ーズの学名は、この種に対応するものとなり、平種目ザメを指すなとして、スファーナモーカレンが有効な学名となった。後悔から得られた2.5メートルのオス個体が、レクトタイプとして指定されている。かつての形態系統解析では、種目ザメは進化と共にセファラフォイルの大きさを増加させてきたとされ、本種は種目ザメの中で、 最も派生的なグループに属すると考えられてきた。だが、近年の各 d n a マトドナを用いた分子系統解析では逆の結果が得られ、本種は白シシモ目ザメと共にシモ目ザメ属の規定に位置するとされる。北緯40度から南緯37度までの主に熱帯域で見られる。西部大西洋ではノースカロライナ州からメキシコ湾、カリブ海を経てウルグアイまで、 東部大西洋では、地中海、モロッコから、セネガル、インド洋では、全域の沿岸。西部太平洋では、琉球列島からオーストラリアニューカレドニアフランス領、ポリネシア。東部太平洋では、バハカリフォルニアからペルーに分布する。ガンビアギニアモーリタニアシエラレオネ、西サハラに分布する。可能性もあるが、正式には確認されていない。 1>, 1メートルより浅い旋回から水深80メートルの沖合まで見られる。珊瑚礁を好むが、大陸方上、海底断球、小湖、陸に近い深みにも生息する。海遊を行い、フロリダや南シナ海の個体群は夏になると高緯度に移動することが記録されている。体は流線型で、種目ザメに典型的な長く伸びたセファラフォイルを持つ。 生体のセファラフォイルは前縁がほとんど直線で内側と外側に明瞭なくぼみがある。セファラフォイルの前縁がこう描いている赤し目くザメや白し目くザメとはこの点で区別することができる。セファラフォイルの幅は全長の23-27%。葉は三角形で強い巨子を持ち広角に向かうほど傾く。片側のし列は上あごで17。 下顎で十六から十七、顎の中央には上顎に二から三、下顎に一から三の成中歯列がある。第一背びれは独特で強い鎌形で非常に高さがあり胸びれの規定の上に位置する。第二背びれと尻びれは比較的大きく公園には深い血骨がある。腹器は鎌形で公園はへこみ、公園が直線の赤しもくざめ特別することができる。 皮膚は互いに近接した皮場で覆われる。各皮場はひし形で、小型個体では3、5本、大型個体では5、6本の水平流子が公園の巨子に向かって走る。背面は暗褐色から緑褐色、開白色。覆面に向かうにつれて次第に白くなる。生体ではヒレに模様はないが、幼体の第二背びれの先端には黒い模様があることがある。 平均して3.5メートル230キログラムになる。少数の個体、特にメスはかなり大きくなる場合があり、最大で6.1メートルの記録がある。最重量記録は2006年にフロリダ州のボーカグランドで捕獲された4.4メートルの個体で580キログラムあった。これは、この個体が妊娠中であり、出産直前の55匹の容体を体内に、 抱えていたためである。単独性、放浪性の捕食者で、他の珊瑚礁生サメよりも行動範囲は広い。脅威に対しては敵対行動を行い、胸びれを下ろした威嚇姿勢でぎこちなく泳ぎ回る。幼体は、オオメジロザメなどの大型のサメに捕食されるが、生態には特に天敵はいない。鎧や地属のが、本種の体側に体を擦りつける姿が、目撃されており、 おそらく自身の寄生虫を落とすためだと考えられる。売りもどきの群れを伴っていることもある。寄生虫として、貝や種類の、などが知られている。泳ぐときは体を約60度傾けて、エネルギーを節約する、長い背びれを翼として、揚力を得る。活動的な捕食者で、様々な餌を食べる。餌としては、カニロブスターイカタコのような無脊椎動物。 ターポン、イワシ、ハマギギカ、ガマアンコウタイカ、イサキカ、アジカ、ニベカ、ハタカレイメ、ハコフグハリセンボンのような甲骨魚、ホシザメ属のような小型のサメが知られている。ランギロアカンショウでは、繁殖行動で疲弊したオグロメジロウザメを、日和み的に捕食した例がある。とも食いもする。餌として、特にアカエイカを好む。アカエイ類は鬼毒針を持つが、 この毒の影響はあまり受けないようで、フロリダで捕獲された、ある個体には、口の周辺に96本の針が突き刺さっていた。針は主に夜明けと夕暮れに行い、頭を広く振りながら、海底の直上を泳ぎ回って、左中の鋭意の発する電気信号を、セファラフォイルの仮面に位置する無数のロレンチーニ機関で拾う。セファラフォイルは、運動性を上げるための水中翼としても機能し、 急速に旋回して発見した獲物に襲いかかることができる t、フロリダでは多くの場合、投入された遺産に最も早く接近してくるサメであ、嗅覚が特に鋭敏であることが示唆される。ある個体がバハマでアメリカ赤 A カを襲撃した時の記録から、セファラフォイルの別の機能が推測されている。襲撃時には、まず上からの一撃によって AA の体を海底に押し付けた。 次に頭部を中心に体を回転させ、A の両側のヒレを強く噛むことで、運動能力を奪った。その後、この個体は A を加え、頭部を高速で振って、A をバラバラに引き裂いた。外目でマダラとビを襲撃した記録では、まず、その胸びれを強く噛み無力化。次に、頭部で A を海底に押し付け、A の頭部に噛みついた。これらの観察結果から、本種は狩りの手法として、 最初の一撃で栄を無力化することが推測される。この戦術は、宝ジロザメのものと似ている。狩りのプロセスにおいて、セファラホイルは獲物をうまく扱うことに適応していると考えられる。他の種目ザメ同様に体制で、卵黄を使い果たした胎児は、卵黄の王を胎盤に転換する。ほとんどのサメは海底近くで交尾を行うが、本種は海面で交尾を行うと考えられる。 バハマにおいて、つがいが、互いの周囲を回りながら浮上し、海面に達したところで交尾を始めた記録がある。メスは2年に1回、北半球では、晩春から夏、オーストラリアでは12の1月に出産する。妊娠期間は11ヶ月。産子数は655だが、典型的には2040である。 出生時は50、70センチメートル、オスは2.3、2.8メートル51キログラム、メスは2.5、3.0メートル41キログラムで、生成熟する。容体は、生体と異なり、セファラホイルの前縁がこう描く。一般的な寿命は20から30年だが、某かグランドで捕獲されたメスの中には40、50歳と、推定されるものもいた。体が大きく、 切断に向いた歯を持つため、人に致命的な傷を負わせることができることは確かであり、周囲で活動する際には注意すべきである。本種に関しては、攻撃性が高く最も危険なシ目モクザメであるという評価があるが、これは不当なものであるかもしれない。ダイバーの報告によると、本種は臆病で、人を無視する傾向がある。だが、最初に水中に入った時にはダイバーに近づき、 突撃するような素振りを見せたとの報告もある。2011年の国際サメ被害目録には、種目ザメによる34件の攻撃が記録され、そのうち17件が、能動的な攻撃で、死亡例はない。種の特定が困難であるため、何件の攻撃が、本種によるものであるかは不明だが、少なくとも1件の挑発された攻撃は、本種に返せられるものである。 熱帯域の商業漁業、遊漁の双方で、ハエナは、定定地網、釣りトロール網などによって漁獲されている。肉の利用は少ないが、アジアでのフカヒレ需要を満たすために、ヒレの価値は上昇している。サメ川、寒油、魚粉としても利用される。本格による死亡率も非常に高く、北西大西洋やメキシコ湾での死亡率は90%に達する。 サメよけネットに絡まることも、オーストラリアや南アフリカの砂浜での本種の死因の一つとなっている。全体的に個体密度が低く世代時間が長いため、乱獲の影響を非常に受けやすい。本種を他の種目ザメから分けて記録している。漁業報告は少なく、保全状況の評価は困難である。IUCN は全世界での保全状況を絶滅危惧としている。 北西大西洋とメキシコ湾でも絶滅危惧とされ、漁業の標的とはなっていないが、本格により1990年代から個体数は50%減少している。インド洋南西部でも絶滅危惧とされ、多数のハエナー漁船が外法に本種やトンガリサカタザメを密漁している。地域的なものか全世界的なものかは不明だが、1973年から2003年の間に、 インド洋での漁獲量は73%減少している。アフリカ西海岸では絶滅寸前とされ、過去25年で資源量は80%減少したと見られている。漁業規制や監視は行われていないが、西アフリカの地域漁業委員会、SRFC は、本州を地域的に最も危機に瀕している4種のうちの1種と捉えている。オーストラリア北部での保全状況は、 情報不足とされているが、ダカリスクの状態にあると考えられる。フカヒレの価値の上昇を反映し、不法、無報告及び無規制、自由漁業が大幅に増加していることも懸念事項である。本種特有の保護政策は行われていない。海洋法に関する国際連合条約の付属書、愛に高度海優勢漁種として掲載されているが、 この条約の下での管理は実施されていない、大西洋マグロ類保存国際委員会 ICCAT のような国際的な規制団体によってフィニングを含め本種への漁獲圧は減らされるべきである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。